そうだね。言ってみれば誘拐事件なのだよ、藤沢くん。ちょうどナタリアがこっちに来たから相談してたところ。誘拐ですか？藤沢くん。あ、はい、白蓮先生。眠い。白蓮たら相変わらず可愛いもんね。もう憎たらしい。白蓮、そんなところで寝たらダメでしょ。ほら、お布団敷いたからこっちへおいで。白蓮、白蓮たら。やだ、動きたくない。ここで寝る。そんな隅っこで、もうしょうがないな。藤沢くん、白蓮に毛布かけてあげて。はーい。白蓮先生、毛布かけておきますね。藤沢くん。はい、何でしょう。藤沢くん。何でしょうか、白蓮先生。師匠とナタリアのお手伝いをちゃんとするのですよ。はーい。あらあら、歌い出した。これは相当眠いね。白蓮、あなた人付き合い苦手だったのに、藤沢くんには何ともないのね。藤沢くんには不思議に何ともないのだよ。あら、そういえばナタリア、あなたもね。まあ、藤沢くんは助手ですし。助手って言ったって、あなたの人見知りは限度超えてるのにね。へえ、藤沢くんってそういう子なのね。へえ。よくぞ気づいてくれました、師匠。私はね、嬉しいの。ナタリアも白蓮も、二人が藤沢くんと普通に喋って、冗談言って、笑って、そんなの見るとですね、ああ、この二人、社会に放り出しても、なんとか生きていけるのかもって。ねえ、師匠、聞いてます？聞いてる、聞いてるわよ、ベロニカ。聞いてるから、あなた、そこでおとなしく寝てなさい。はーい。あー、ベロニカさんもちゃんとお布団かけて寝てください。はーい。ところで師匠、その誘拐事件は解決しそうなんですか？いや、まだ、あと3日しかないのに。3日ですか？大丈夫ですか？こんなところでお酒飲んでて。大丈夫じゃないわよ、普通なら。師匠はあくまでも警察への助言者だからね。責任はないのだよ。とは言っても気になるわよね。田川警部も私もどう対応すべきか悩んでるの。それで旅館について早々で悪いとは思ったんだけど、ナタリアに相談したわけよ。温泉に来てまで田川警部がつきまとうんですね。ご愁傷様です。まったくだよ。腐れ縁もいいところだ。あ、どうした、白蓮。起こしちゃいましたね。うるさかったですね。ごめんなさい。それ師匠やナタリアと一緒に藤沢くんも考えよう。温泉に来てまで謎解きですか？面白そう。ベロニカさんも寝てたんじゃないんですか？白蓮たちのお墨付きみたいね、藤沢くんは。どうなの、ナタリア。かなりの助けになると思いますよ。藤沢くん、よかったら。はい、決まり。お願いするのだよ。まさかとは思うけど、断ったりしないよね。藤沢くん、頑張。もう、謎解き好きなんだから。天下の美女三人がご所望よ。的外れな期待だと思うんですが、とりあえず、お手伝いさせてください。イエーイ！イエーイ！ああ、プレッシャー半端ねえ。藤沢くん、君、ほんと人がいいわね。ますます気に入ったわ。あまり嬉しくありません。じゃあお話しするわね。みんな聞いててね。北海道帯広在住のある男性。あ、そうね。A さんとでもしておきましょうか。この A さん、北海道では有名な運送会社を経営してて、福岡の鹿の島に別荘を所有しているのね。北海道在住で鹿の島に別荘？いいなぁ、いいなぁ。その人って、やっぱりお金持ち？
もちろん、とんでもないお金持ちよ。今の日本は運送会社様々ですからね。だけどいいとこばかりじゃないわ。 A さんね、この鹿の島の別荘から金庫を盗まれちゃったの。どうやら犯人は A さんが別荘の金庫に現金や貴金属をたんまりと溜め込んでいたことを知っていたのね。ああ、間違いなく金持ちだわ、A さんって。別荘でタンス預金をしていたわけね。一体いくらくらい？それが A さんったら正確な金額を言いたがらないのね。ああ、それじゃあ税金対策ですかね。脱税？大いにありえるわね。タンス預金で脱税か。お金ってあるところにはあるんだね。金庫は特注のもので、かなり複雑な仕組みのものらしいの。ダイヤル式で鍵も必要なタイプ。高さが2メートルくらいのかなりの大きなものよ。重さは金庫だけでも100キロはある。まあこれくらいの金庫を置いておけば、泥棒が入っても簡単に金庫を開けて中身を盗むことはできない。 A さんはそう考えていたのね。ところが犯人は金庫そのものを盗んでしまったのだよ。笑えるね。犯人は複数？そうだろうね。かなり計画的でもありますね。相当な知能犯？一見そう思えるんだけど、間の抜けたところもあるのだよ。と言いますと？犯人は叱るべきところまで金庫を運び、それを開けようとした。でもこの金庫、今言ったようにかなり特殊なもので、いろいろやっても開かなかったみたい。金庫を開けるにはどうしても鍵とダイヤルの番号が必要なわけよ。あちゃー。ね、どう考えても間が抜けている。この場合、金庫の開け方の情報を掴んだ上で盗むべきだったのだよ。きっと金庫さえ盗めば、あとは野となれ山となれくらいの計画だったのよ。バカね。あー、それじゃあ誘拐事件って、人質は金庫の開け方の情報と交換するために？そういうことね。あ、ただ人質ってのはちょっと違うかな。じゃあ動物か何か？盆栽よ。じいちゃんたちがやってるあの盆栽ですか？そうとも言えるけど、レベルが違うわ。藤沢くん、盆栽は高いものだと軽く数千万円の価値があるのだよ。ものによっては高いって聞いたことはあったけど、そんなに高価なものもあるわけ？私もよくは理解していないのだが、例えば先日国際盆栽大会で1億円の値がついた盆栽もあったね。樹齢が数百年だそうだ。いろんな世界があるもんですね。盆栽は高価なだけじゃない、その所有者にとっては我が子も同然。だからこの事件を誘拐事件と呼んだんですね。そういうことなのだよ。それに今回の事件は、福岡の金庫窃盗事件と北海道の盆栽窃盗事件、両方の窃盗事件の犯人を逮捕せねばならないから、北海道の方は誘拐事件と呼んだ方が分かりやすいだろう。分かりました。あ、では盆栽誘拐事件と金庫窃盗事件ということで。ありがとう。あ、じゃあ師匠、先をお話しください。具体的に言うと、盗まれたのは盆栽作品30点を積んでいたトラックね。盆栽作品？全国的な盆栽の大会に出品するために集められたものよ。 A さんの運送会社はその大会に出品するための盆栽作品30点を大会会場へ運ぶことになっていたの。ところが大会用の盆栽作品をトラックごと盗まれちゃった。なんか犯人たち丸々全部を盗むのが好きよね。金庫ごととかトラックごととか。そうね。大会出品用の作品ということは、それなりに高価なものなんですかね。もちろん30点全て合わせたら軽く億単位ね。保険かけてないんですかね。もちろんかけてるでしょ。だけど盆栽はそんな問題じゃないわ。盆栽の出品者にはいい迷惑ですね。そういうことなのよ。犯人は盗んだ盆栽と引き換えに金庫の鍵とダイヤルの番号を要求してきたということですか？そういうことね。盆栽を売りさばけばいいのに。
ってこれは現実的じゃないか。そういうことね。あくまでも人質として、あー、物だから質としてだわね。 A さんの金庫のために盆栽が盗まれたなんて、やっぱり盆栽出品者にはいい迷惑だ。だから A さんは脱税が絡んでいるので、たとえ無視したくても犯人の要求を無視できない。なるほど。 A さんって鹿の島の金庫が盗まれたこといつ知ったんですか？いいところに気がついたわね、ベロニカ。 A さんも相当間が抜けていてね。 A さんは今日盆栽が誘拐されて初めて福岡の別荘の金庫が盗まれたことを知ったのだよ。別荘は普段管理人もいない無人のお屋敷だからね、無理もない話ね。ああ、それってタンス預金そのものの欠点ですよね。知らない間に使われたり盗まれたりしてても長いこと気づかない。税金逃れも諸刃の剣ね。みんなここまでの流れよろしい？はい、はい。ミャクレン、そんな部屋の隅っこで寝て風邪ひかないかい？大丈夫ミャクレン、大丈夫。